技能実習生、半分以上が日本へ来る前にお金を借りた外国。外国人の技能実習生は日本に働きながら技術を習っています。日本へ来る前にお金をたくさん払う必要がある実習生がいることが問題になっている。このため、出入国在留管理上は今年4月までに 6つの国の自習生2200人にお金について聞きました。自習生の83%が自分の国で自習生の世話をしている団体などにお金を払ったと答えました。払ったお金は平均で約54万円です。日本へ来る前にお金を借りた人は半分以上いました。平均は約 55万円です。払ったお金も借りたお金もベトナムが一番多くなっています。出入国在留管理庁は調べたことを役に立てて技能実習生の制度をもっと良くしたいと思いますと話しています。